いつだってオイラがオープニングでいろんなことしてくれるって思ったら大間違いだからね。キュータン動画。さあ、ということで今日はですね、みんなに現場でオタクに言われて、は？あ、よいしょーどうー、は？って思ったことありますわって聞きましや。なのでそれを紹介していきたいと思います。いろいろあると思うよ。1つ目、久しぶりに現場行ったら、なんでいるんですかって笑顔で言われた。この野郎、好きだからだよ好きだから来てんだよ、悪いかおい降りてたと思ったのに来たんだ的なノリで、なんでいるんですかこれはやられたね。え、何が？え、好きだからだよ。あ、そうなんだ。前もっと来てたのに降りたのかと思ってた。え、全然降りてないよ。っていうね。怖しいですね。これはね、よく言われることだと思いますね。変わった人選びがちだよねって言われた。推し？推し、変わった人選ぶ。お前も大概な。そっか。変わった人？まあね。まあ確かにちょっとうちは一癖ある推しを選びがちだけど、別にあんたもあんたよっていうね。あんた逆になんかもっと身の丈に合った推し選んだ方がいいんじゃないっていうね。誰選んだっていいじゃん。しかも変わった人選びがちっていうか、変わった人が好きな人って結果変わった人とか言っちゃうけどね、結局。なんでオタクしてんの？あれ、じゃあお前はなんでしてんの？なんでオタクしてんの？え？ああ？そう問われると、確かになんでしてんだろうって、かえって自問自答とかしちゃってやみそう。ファンは自分一人でいいって言ってるオタクがいたこと。そう、成立しねえよ。そんな成立しないでしょ。バカだよ。現場来ないでくださいって言われて何もしてないのに、はあってなった。全通させていただきやす。全通させていただきやす。かわいち、バックの子たちにキャーキャー言ってたらメインアイドルのオタクにうるさって言われた。ああ、バックで踊ってる子たちにふぅーって触れたらメインのアイドルのオタクの子にうるさって。え、自由じゃない、別に出てるから誰に湧こうと自由じゃない、自由じゃない、ルラー、シンプルにブスそんな言われることびっくりした、カメラがいきなり落ちたんだけど。画角ずれたかな。まあいいや。私今月で降りるからあとよろしくねって言われて、いや、あなた推しの何ってなりました。うわ、私降りるからあとはよろしくね。別によろしくって言われる筋合いねえし、あんたのよろしくで私が頑張るみたいにやめて。あんたとは別件で普通にただ通うって、好きだから通うだけだから、だからあんたら何なの、何の関係なの、別に何もないでしょっていう、ね、素敵だね。推しの炎上した動画を拡散してもいいって倒しに言われた。バカ野郎、ダメに決まってんでしょダメだよそんなの、それはお願い本当にやめてっていう。ダメだよ。で、その人のどこがかっこいいの？これでも言っちゃったことあるな、僕言っちゃったことあるな。なんか誰かが誰々が好きで、本気で言ってます？え、どこがいいのって言っちゃったこと。ごめんなしや。このアイドル好き、可愛いよねって言ったら、私インディーズから押してましたと言われた。うわ、これも言っちゃうんだよね。ごめんなしや。言っちゃうんだよ、これがさ。なんとか好きなんで、あ、僕も好きですよ、僕だってオーディションの頃から好きでってすぐ言っちゃう。別にマウントじゃないよこれ、マウントじゃないって言ったらマウントってそういうことなんだろうね。あの、だってさ、オーディションの頃から応援してんだもんごめんなしや。毎回最前席を買ってたら、いつも視界に入る場所にいるから推しがかわいそうと言われたこと。え、何ですか、巻き惜しみですか、え、何、最前に行きたいの、うちはずっと最前だけど、推しの視界にいつも入ってる。そう、もはやメンバー、もはやメンバー、あんたいつもスタンドだね。
スタンドだね、スタンドもしかも後方逆に見やすそう逆に見やすそう、うちもう推しと近すぎてなんかもう焦点合わない嫌いなメンバー言っていくねって言われたこと。なんで私は全員好きだからそんなこと言うな。まあ言ったことあるな嫌いなメンバーじゃなくて興味ない苦手なメンバーみたいなのがいる場合ってありません？なんか苦手なメンバーっていません？いないところももちろんあるけど苦手なメンバーいるとこもあってそれ聞いたりしちゃったりはするかも。ダメだよね、それちょっと伝えたかったり共有してみたくなるのに逆に相手誰が苦手なのかなみたいな。でも僕キューバーズなんですけどファンの人キュー太郎苦手ちゃんといいんだろうな割といるタイプだと思う僕なんだこいつって思われてるタイプのメンバーだと思います。全然気にしてないけどね、みんな仲良くしてね。あの人いつもいるよねって言われた。ああ、いいじゃん気持ちくない？あの人いつもいるよね。ねえ明日の席どこ？明日アリーナ。そうなんだ。うん、うちは前日アリーナって。そんなの取ったもん勝ちよ、一本取ったもん勝ちよ。ポーン、席悪いから行くのやめるって3日前に遠征ドタキャン当てたのは私、席悪くて悪かったなそりゃルール違反だよ。てかせめて体調不良とかにしろよ、嘘つけよ。席悪いからってちゃんと言うんだ、それ多分下に見られてますよ、オタクとしてちょっとバカにされてると思う。それちょっと考えた方がいい付き合い方、せめて嘘つけよって思う。席が悪いから行かないってそれなんか行きじゃないよね、同じ空気吸えただけでごちそうさまじゃない、贅沢を言っとんなよって。同じ空気吸えるだけでごちそうさまなんじゃない、ごちそうさまでしたなんじゃない、違う、なんか間違ってるって言ってさ、いや近い方がいいけれど、ファンクラブ入ってないの何好きなの、嘘つきなの、うちも好き、ファンクラブ入ってるファンクラブ入ってないの、あ、そういう感じか。ねえ、うち入ってるよ。でもねえ、会員番号めっちゃ最初の年最初だよね。入れば結婚して喜べないのはファン失格。はあ、はい、結婚喜怒哀楽は自由だからそんなん別におめでとうと思える人もいればおめでとうと思えない人もいろんな人がいて別にいいわけですから、そんなん自由ですから。亀木に降りようかなって言ったらリア友にその程度の愛だったんだって言われたこと。ね、何がわかんの？ねえ何がわかんの？ねえ何がグッズの列にうちは3時間も並んだ。暑い日に整理券もらうために朝の5時から並んだ。干された日も干されない日も毎日通った。それを経て今降りようかなって言った。あんたに何が分かる？あんたに私の何が分かるお塩を食べたいって言われた時はさすがにはぁって思いましたね。はって思うよね、それ。牛食べたいってはって思う。牛を食べたい。おまんじゅうみたいなもんだから牛って。長陽気。はい、ということでお届けしてきましたが、どぎついこと言うね、みんな。なんか言っちゃうんだけどね、言わないように気をつけてても言っちゃう人もいれば悪意を持って言ってる人もいると思うんだけど、僕も言っちゃってることあったし、僕は悪意を持ってはないんだけどつい言っちゃうって感じなんだけど、なんでみんななるべく平和に、まあ無理だと思うんだけど、ほどほどに行きましょう。ほどほどに、マウントはほどほどに、失礼なこともほどほどに。ごきげんよう。